テレビでネタしたい。舞台でできてるだけええやん。なんか嬉しかったけどな、俺。こうやってまたお客さんの前で漫才できて。あの客の案内でよ、そんなこと言えんな。大爆笑やったな。ここがやねん。今まで通りやってんのに何があかんねんやろ。お疲れっす。お疲れっす。新番組レギュラーおめでとう。ありがとうございます。さっきにスパークさんも一緒だと思ったんですけど、そうやったらよかったんけどな。俺めちゃくちゃ不安ですよ。うまくできるか分かんないですもん。見て、お前やったら大丈夫やった。頑張れな。ありがとうございます。さっき行くわ。どうした？どうした？すいません、スパークさんのサインももらっていいですか？いいっすよ。すいません。佐藤島さん、どうしたんですか？ちょっと収録の打ち合わせで。ございます。今回残念だったね。メインでプッシュしたんだけど、他の奴らがどうしても首を縦に振らなくて。ああ、いやでもまた頑張るんで。初回のゲスト決まったよ。あ、そうなんですか。いきなり大物だぞ。本当に大丈夫か。仕方にで、仕方ない。徳永君、この後予定は？特に。なら飯でもどう？いいんすか？鶏鍋のうまい店があるんだ、すぐ近く。スパークスは独特な空気感があっていいよな。好きなんだよ、ああいうの。ケツの穴から指突っ込んで、俺がガタガタ震えたのか。今さ、若手に同じお題でネタ作らせる番組やろうって話してんだ。何かあったらすぐ声かけるから。ちょっと僕今日やっぱり失礼します。お、すいません。そしてスパークスはテレビに出演することもなくなった。